おはようございます。おはようございます。本日は千葉県にあります太平洋クラブ八千代コースお邪魔しております。まあ、あの見慣れないちょっとハンチングをかぶっているんですが、いや似合いますね。本当ですか。はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、ヒッコリーっていう、これは、ゴルフがですね、1900年代初期スチールシャフトの前のものですね。今から約100年前に流行っていた、まあ、当時のこうスタイルということで、今日は僕と匠くんでこのヒッコリーで一体いくつで回れるんだっていう、まあ、ちょっとあの心配なのは、はい、あの切り返しで折れる可能性あるらしいです。いや折っちゃったら本当申し訳ないです、ね、あとダフったら折れるらしいです。いやもう折れそうですわ。気をつけましょう。はい、170ショートが激しい。え、橋やってもうた。いやちょっと折れた恐怖心ある、ね、ある、めっちゃある恐怖心が。全然谷は気にしてなかったけども、折れた恐怖心が今。おー、超えた。超えてます。 いいんじゃない。そしていいんじゃない。乗った。よし。ナイスオン。よしよしよし。いいね。今日初のパーオン。前4です。後遺症。うわ、降りるの怖いこれ。折れたの相当引きずってるこれ。初めてバンカー。おー、綺麗。めちゃくちゃ重たい。折れたかと思った今。相当引きずってる。怖かった今。おー、また折れたかと思った。カップ近づくとちょっと曲がっていく感じ。うん、上り。見ててますね。ちょっとカラスが。あー、トリプルじゃなくていくつ？わかんない。難しいこれ。バーディーチャンスであるが、いいよいいよ。入った。そうなっちゃう。うわー、止まっちゃうんだ。悪くなかったね。これも簡単じゃないよ。野田さん真正面にいますけど。おお、耐えた。めっちゃ耐えた。ナイスパー。324。めっちゃ遠く見える。重さを使って。ナイスショー、めっちゃいいドロー。ナイスドロー炸裂した。素晴らしい。あー、気持ちよかった。いや今のいいね。怖い、怖いよ。恐怖心と戦っております。夢に出るわ。おー、フェルミ。オッケーオッケーオッケー。ドライビングアイアン、一番アイアン。かっこいいねこれ、うん、今140くらいだね。おお、松にえぐってたよ、松で。あー、バンカー出た。いいとこいいとこいいとこ。120くらい。ちょっと匠くんの押して、それ。え、これドライビングアイアンっすよ、一番アイアン。ハンドファーストにしたら折れるわ。やべ、恐怖心と戦ってる。でも今自分ってそんな飛ばなかったですよね。これロフトを増やして救った方がいい。なあ、なるほど、そっちの方が安心感ありますね。そうそう。おお、いいいい滑りです。あ、バンカーかな。残り40ヤードです。ニブリック。おお、スピンかかった。おお、ナイス。いやー、なんか左行ったな。傾斜がすごい、傾斜が。え、まだ行く？悪くないっす。うん。またバンカー。ドキドキしてます。ぶつけると折れちゃうんじゃないかって。登って下ってスライス。難しいこれは。うん、
うお、結構直線的に行きましたね。やめてー。すごい姿勢だ、タルミ君。ちょっといい感じになってきたパターンが。360長いね。長い。ブラッシーブラッシーじゃない。こう。うわ、上がりますね。ちょっと天ぷらしたね。天ぷら気味だったね。でもあそこに当たるのがいいのかもしれない。もしかしたら。ちょっとだけ上目に当たるとすごい上がるから、そこの方がやっぱ飛ぶかもしれない。ティーアップして。いや、そんなよく触れるね。ブンって。全然飛んでないっすよ。いや、恐怖心ありますよ。いや、見てて怖い、うん、自分も打てて怖いっす。残りまだ200弱くらい。割れてない？大丈夫？割れてる。ボールが割れたんだ。すぐ割るな。だから飛ばない、飛ばないんだ。チェンジ。 いいとこで当たった気がするんだけどな。チェンジ。ボールが割れてるから飛ばないんだ。いや、なんか音が違うもんね。またこれでもう前半だけで2000円。クラブ折る男、ボール割る男。ひっこりゴルフ大変だね、やっぱり。ランニングコストかかる。手が取れる、手が取れる。今絶対ボール割れたでしょ。また割れた。トップするなっていうのが難しいっすよ。おお、ナイスフェード、いいライン。あー、強い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 。あれー、バンカーです。匠選手50ヤードくらい。あー、クリーンに狙いに行ったけど、でもそこがダウンヒル下ってるからグリーンの近くまでは行くと思います。だんだんもう定着してきたね、そのパターが。お、逆打った。え、グリーン登るときに右行くパターンじゃないですか、これ。うわー、逆目きつい。これしんどいな。あー、強く入っちゃった。止まってくれー。右行くわ、今。うまい、うまい、うまい、強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 い。しかも強い。はい、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 やってる、やってる。オーケー、油断ならないよ、ヒコリは。324。ほぼ今もう、9オーバー。多分私は変わんないですね。ほう。もう気持ちいい、芯に当たると気持ちいい、うん、このゴルフ場はスループレーのスタイルですからね。完全スループレー。ダフってる、いるいる。でもさ、なんかミスった時にまあ OB にならないっていう、たくみくんにとってはいいかもね。苦手なつま先上がりから横掘り、うまくできました。大変上手にできました。ナイス。マッシー、マッシーでいきます。打ち込まないでね、打ち込まないように。怖い怖い、打ち込まないように。おー、超綺麗。マッシーで転がし、転がし70ヤードくらい、だいたい。でかい。でもナイスキックしたね、そのドーンって乗り面に。あー、止まって止まって、ナイス。すごい遠回りしてる。歩き方よ。めちゃくちゃ遠回りしてる。入れたらバーディー。めっちゃトップじゃん。
下りのフックラインです。もう意外と落ちてこない。あ、やりすぎてる、やりすぎてる、やりすぎてる。でも意外と来るね。ボギー、よし。ということで前半が終わりまして、ちょっと途中いけるかなって一瞬勘違いしてしまったんですけど、あの全ては折れてからですね、私の心も折れたということで、ちょっと本当に申し訳ございませんでしたっていう。まあ後半はね、なんか打ち方はねちょっと分かった感じしたんで、でもやっぱ軽く振った方がいい絶対、あのグリップ特にインパクトでガッて絶対力まないっていう、力まないことがポイントらしい。そう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 、そういう風に打てば後半もしかしたら30代がいけるかもという、それだけを目標にやりたいと思います。たくみくんいくつ？分かんないですね。分かんないぐらい打ったよね、ちょっと後で100キロ頑張って。そうですね、今いくつか分かんないけど、今いくつか分かんないな。100キロ後で計算します。そう、329。完璧、完璧じゃないですかこれ。めちゃくちゃ今日一番芯に当たった今。初めて芯を知った今。ああ振り遅れましたね。ラッキーに当たった、当たって出てきました。ナイスフェアウェイ。割れてない、割れてないと思う。一番いい。キャディーさんもそんなん聞いたことないからよくわかんないから。どれだ、それパターそれパター200ヤードくらいか。おお、これ割れたね、たくみくん。これ割れたね。95% 割れた、今の音は。すぐ、すぐ割るな。もう3000円でボール代でも。115くらいかな。マッシですか。マッシ。これみたいにダフったらクラブが折れて、トップしたらたくみくんみたいにボールが割れる。無理だよ、高難度すぎるよ。難易度高いね。ビビっちゃうよ。インパクトできません。トップしてる、トップしてる。が取れる。そりゃそうだよね。クラブ降りたくないもん、もう。いや、もうダフれないよ、怖くて。本当。残り60ヤードくらい。割れてなかった、ギリ。おー、フェースが返って飛んだ。ナイスオン。うわ、しっかりめの顎ありますね。うわ、いい感じ。ゴーゴーゴー、もうちょい。スリーパットをしない後半は目標。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、弱い、いやー弱い。ナイスイン。よっす。新しいスタイルになった。おお、悪くない。切れない。いや、めっちゃ早い、めっちゃ早い。今のは感触良かった。なんかそういう絵見たことあるな、たくみくん。昔の人がやってるパターでなんかそういう絵見たことある。いや、この髪型やっぱ正解だと思う。そういう姿勢、うん。ティーショットの感じはつかめた。自分もなんかボギー取れるようになってきました。痛い。痛いって。ヒールかな。ちょっとトップ目。あ、いいとこ行った。折れないでくれよ。でもすぐ治るらしいね。あの木を入れるだけで入れ替えるみたいな。おー、ドローしてる。あー、なんで。いらっしゃいませー。なんか良さそう。これ出すだけですかね。怖えな、こいつ。もうちょっと出したいね、これ。あれじゃ木がかかる、まだ左の。うん。もう一丁ウッド。ぶん曲げる感じで。あの木の下をこう。おお。ああ、そんな行かないで。いや、結構行っちゃった。友達になった一番や。おお、攻めたね。攻め気味のショートカット。130くらい。140。おー、ピンは筋ってるような。おー、ナイスオン。止まって止まって止まって。よく転がります。
まあまあまあいいんじゃない。おー、ナイス。パターです。めっちゃビビってるじゃないですか。うわ、すげえ右に持って帰る。おお、そんなに。あ、切れない。切れない。そっちの方がなんか打ちやすくないですか。打ちやすかった。うん、意外といけます。下がった方が。うん、激ムズ。あ、あるぞ、あるぞ、ないぞー。ヒッコリスタイルを徐々に確立しつつある。あー、右出た。思ったより右出るよね、やっぱり。難しいっすね今のね。やっぱパターとはちょっと違って右出るよ。